ともうちょっとでキャンプ場到着できるかと思います。キャンプしようと思ってたキャンプサイトが閉鎖してまして、で野宿確定したところです。もう一つ大きい山があるんですが、そこが御神島自然保護区という場所になってまして、サファリです。ライオンとかね、チーターとか野生動物が出てくるような場所です。あ、逃げてった。イノシシいましたね。マップ上から20キロメートルぐらい離れた場所に、あったということで、マップが地図がね間違ってました。危ねえ。分からなかった。よいしょ。よし、ここでキャンプしたいと思います。それではまた。